皆さんこんにちは、スタジオクオッカチャンネルです。知ってるな、アンダーザーシー。知らないということで、今日はリトルマーメイドよりアンダーザーシーを演奏してみたいと思います。今日も夏にぴったりの曲ですね。それではお聴きください。どうぞ。いかがだったでしょうか。この曲弾くまで知らなかった。本当に。そう。ディズニー映画の中でも特にリトルマーメイドとかって男子は見ないですよね。まあねー。ね、世の男性。職人。確かに。ね、特にこう女子の夢が詰まってるかもしれない。ディズニーで何が好きかって動物たちのこう表情とか感情表現。うん、が私はすごく好きなんですけど、それがリトルマーメイドは、まあ、水の中っていうあまりねこう馴染みがないというか、実際にね魚たちが歌ってるのとかは見たことないけど、本当に歌ってるんじゃないかなと思わせてくれるような作品で、中でもこのアンダーザシーのシーンはすっごい楽しいから、見よう一緒に遊べ。あれでしょ、あのライオンキングのあんな感じのシーンでしょ。あー、もっとハッピー、海の底は最高だよってアリエルに教えてあげるシーンだよ。地上に憧れてるアリエルに、海の底が一番なんだよ、なんで地上なんてっていうのを歌って教えてあげるシーン、うん、なるほど、それを裏切るわけですね。うん、裏切って男の元に行くわけですねなんかそう言うとね、聞こえ悪いけど楽しみに見たいと思います。はい、それでは今回もご視聴ありがとうございました。ダメだ。
めて。